人生を変えるかもしれない驚きの魔法の粉をご紹介します。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエットも何度も挑戦しては失敗していませんが、特に40代になると何をやっても痩せなくなったという声をたくさん聞きます。実は私も同じ悩みを抱えていました。でもある魔法の粉に出会ってから人生が変わったんです。その粉がゼラチンなんです。そこで今回の動画ではリバウンドなし10キロ痩せるゼラチンダイエット法をお伝えします。ゼラチンで本当に痩せるのと思いませんでしたか？ですがちょっと待ってください。ゼラチンはタンパク質 100% で低カロリー、しかも脂肪分や糖分もゼロ。このゼラチンを取り入れるだけで体の中から痩せ体質に変わっていくことができるんです。今日はその驚きの効果をお話しします。この動画ではゼラチンのダイエット効果や毎日の食事に簡単に取り入れる方法、そして動画の後半では私や私の生徒さんたちがゼラチンで10キロ痩せた具体的な方法までお伝えしますので、ぜひ最後までご覧くださいね。本題に入る前に、今後もこのような役立つ情報を見逃さないためにぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回の動画の内容をお話ししていきます。1、ゼラチンのダイエット効果9つ。2、ゼラチンを入れると痩せる食材9選。3、痩せるゼラチンの取り方、この順番で詳しく解説していきますので最後までお付き合いください。まずはゼラチンのダイエット効果についてお話します。特に最後の効果が痩せたい方には最も重要なので、ぜひ最後まで見逃さないでくださいね。1つ目は満腹感を高める効果です。ゼラチンは水分を吸収して膨らむ性質があり、少量でも満腹感が得られやすいんです。40代になると食事量を減らしてもなかなか痩せないということがよくありますよね。実際私も少ししか食べてないのになんで太るんだろうって悩んでました。でもゼラチンを食事に取り入れることで空腹感がなくなって自然と食べる量が減るんです。これなら無理なくダイエットが続けやすいんです。2つ目は血糖値を安定させる効果です。ゼラチンには血糖値の急上昇を防ぐ効果があります。甘いものがやめられない、食後すぐに何か食べたくなるという経験ありませんか？これは血糖値が急激に上がったり下がったりしているせいかもしれません。ゼラチンを取ることでこの血糖値の乱れを抑えて無理なく甘いものを控えることができるようになります。甘いものの誘惑にね勝てない時でもこれなら安心ですよね。3つ目は代謝促進効果です。ゼラチンはタンパク質 100% でできているため代謝を促進し筋肉量を維持する効果があります。運動しても痩せにくい、体力が落ちてきたっていう悩みってありますよね。特に40代になると年齢とともに代謝が下がり筋肉が減ってしまいます。ゼラチンを取り入れることで効率よくタンパク質を摂取できるため体の代謝がアップします。なので運動の効果も倍増するんです。4つ目は脂肪燃焼効果です。ゼラチンに含まれるアミノ酸のグリシンが体内の脂肪を効率よく燃焼させてくれます。特に運動と併用すると効果が倍増します。年齢を重ねると運動しても脂肪がなかなか燃えないと感じることが多いんですが、ゼラチンを取り入れることで運動の効果が違えるほど高まります。脂肪燃焼をサポートしてくれるゼラチンは40代の女性にとっても本当にありがたい存在ですよね。5つ目は低カロリーです。ゼラチン自体は非常に低カロリーです。1袋あたりわずか18キロカロリーなのでカロリーを気にせずに安心して摂取できます。特にダイエット中ってカロリー制限が気になって食事がストレスになることもありますよね。ゼラチンなら満腹感が得られるのに低カロリーなので食事のストレスが減ります。無理なくダイエットを続けられるのが嬉しいポイントですね。6つ目は消化機能のサポート効果です。ゼラチンは腸内の粘膜を保護し消化を促進する効果があります。腸内環境が整うと食べたものが効率よく消化され栄養がしっかり吸収できます。40代になると便秘気味、胃腸の調子が悪いという悩みも増えてきますよね。ゼラチンは腸内の調子を整えて消化を助けるので食べたものがしっかりと栄養として吸収されるようになり、結果としてダイエット効果がアップします。7つ目は体の引き締め効果です。ゼラチンに含まれるコラーゲンは脂肪の分解を助け体を引き締める効果があります。特にね40代を過ぎると肌のたるみや体のシルエットが気になります
よね。痩せたのに肌がたるんでしまったという悩みもよく聞きます。ゼラチンを摂取することで肌の張りを保ちながら体のラインを引き締めることができます。痩せるだけでなく肌も綺麗になるなんて一石二鳥ですよね。8つ目は睡眠の質の改善効果です。ゼラチンに含まれるアミノ酸のグリシンが睡眠の質を向上させてくれます。40代になると寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚めるといった不眠の悩みを抱える方が多くなります。質の良い睡眠が取れないとホルモンバランスが乱れ、ダイエットにも悪影響を及ぼします。ゼラチンを取ることでぐっすりと眠れるようになり、体の調子も整っていくんです。良質な睡眠はダイエットの強い味方です。9つ目は腸内環境の改善効果です。もう最後にこれが一番大事な効果です。ゼラチンは腸内環境を整え代謝を高めてくれるんです。腸内環境が悪いままだともうどんなにダイエットを頑張っても痩せにくくなります。私もね、こう長年腸の不調に悩まされ、もうどんなダイエットをしても効果が出ませんでした。でもゼラチンを取り入れてから腸が整って体重が自然と落ちて体全体がね軽くなったんです。腸活こそがダイエット成功の鍵です。では次にゼラチンを使って痩せやすくなる食材を9つ紹介します。それぞれの食材にゼラチンを加えるだけで食事の満足感がアップして、自然と食べ過ぎを防ぐことができるので、ぜひ最後までご覧くださいね。1つ目はスムージーです。スムージーにゼラチンを加えるとスムージーだけでは満足できなかった満腹感がしっかりと持続します。私も朝食にスムージーを飲んでいた頃はすぐにお腹が空いてしまって完食することがよくあったんですね。でも今はゼラチンをスムージーに加えるとお昼までお腹が空かないんです。これなら朝の食事量をコントロールしながら楽にダイエットを続けられます。2つ目はヨーグルトです。毎朝ヨーグルトを食べている方も多いと思いますが、ゼラチンを加えるとさらに腸内環境の改善効果がアップします。特に便秘で悩んでいる方にはもう超おすすめです。ゼラチンを加えるだけで腸がしっかり働いてお通じもスムーズになります。腸が元気になると朝から体も軽くなって、もう一日中すっきりした気分で過ごせますよ。3つ目は味噌汁です。味噌汁にゼラチンを加えると満足感が長続きします。ゼラチンを加えると普通の味噌汁が濃厚になって食べた後満足感が持続します。これで他のおかずを食べ過ぎることがなくなって自然に食事量が減るんです。毎朝の味噌汁にゼラチンをちょっと加えるだけでダイエット効果がアップします。4つ目はお茶やコーヒーです。お茶やコーヒーにゼラチンを混ぜると簡単にタンパク質を摂取できます。タンパク質は筋肉量の維持や代謝の促進に欠かせません。ゼラチンを加えることで普段の飲み物に手軽にタンパク質をプラスできます。毎日のコーヒーやお茶にゼラチンを混ぜるだけで代謝が上がってダイエットが加速します。5つ目は卵焼きです。ゼラチンを卵焼きに混ぜるとふっくらとした食感になって、しかも満腹感が続きます。卵焼きにゼラチンを加えることでボリューム感が増して、しかも低カロリーなので、もうダイエット中でも安心して食べられます。お弁当にも使えますし朝食にもぴったりです。簡単にボリュームアップできるので食事の満足感も倍増しますよ。6つ目はドレッシングです。サラダにかけるドレッシングにゼラチンを加えると満腹感が得られるサラダに大変身です。特に野菜だけでは物足りなさを感じる方にはぴったりです。ゼラチンを加えることでサラダだけでしっかり満足感が得られ、さらにタンパク質もプラスされるのでヘルシーなままで満足度の高い食事が楽しめます。7つ目はゼリーです。ダイエット中にどうしてもデザートが食べたくなったらゼラチンで作ったゼリーがおすすめです。低カロリーでありながら満腹感も得られるゼリーはダイエット中の罪悪感なく食べられるデザートとしておすすめです。甘いものを我慢するストレスが減るのでダイエットも楽に続けられます。8つ目はココアです。ココアにゼラチンを加えると満腹感が持続し栄養価もアップします。ココア自体に抗酸化作用があるのでゼラチンをプラスすることで肌や代謝にもいい影響を与えます。小腹が空いた時やね、甘いものが欲しい時にゼラチン入りココアを飲むとおやつ代わりにもなるので我慢しないダイエットができます。9つ目はスープです。スープにゼラチンを加えることで長時間満腹感が持続し栄養価の高いスープ
くなります。夜遅くにちょっとだけ何か食べたいっていう時にゼラチン入りスープはおすすめです。少量でも満足感があってタンパク質も取れるので夜食としても安心です。特にダイエット中の夜食はカロリーが気になりますが、ゼラチン入りスープなら心配ありません。では次に痩せるゼラチンの取り方について解説します。ゼラチンのダイエット効果を生かすためには1日あたり小さじ1イコール 5g を目安に朝に摂取しましょう。朝にゼラチンのタンパク質を摂取すると食べ物よりも吸収されやすく、血糖値を上げないようにしてお昼まで満腹感を持続させることができます。ちなみに私が使っているゼラチンはこちら1袋あたり 5g なのでちょうど小さじ1杯分ですね。1袋でタンパク質が 4.6g 摂取できます。1食あたり 20g 程度のタンパク質を取るといいと言われてますので、この1袋で約4分の1は簡単に摂取できちゃいます。またゼラチンの主成分であるタンパク質は熱に弱いので、ゼラチンを飲み物などに混ぜるときは50度から60度くらいがおすすめです。このようにゼラチンを取り入れることでダイエット中の食事が満足感たっぷりで栄養価も高くなって無理なく続けられるようになります。40代になると体の変化に悩むことが多いですが、ゼラチンはそのお悩みを解決してくれます。ぜひ今日からゼラチンを取り入れて美味しく楽しく取り組んでみてくださいね。お伝えしたゼラチン以外にも私の腸活ダイエット法を3ステップで実践して今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。ゼラチンのダイエット効果9つは1、満腹感を高める、2、血糖値を安定させる、3、代謝促進、4、脂肪燃焼、5、低カロリー、6、消化機能のサポート、7、体の引き締め、8、睡眠の質の改善、9、腸内環境の改善。ゼラチンを入れると痩せる食材9つは1、スムージー、2、ヨーグルト、3、味噌汁、5、お茶やコーヒー、5、卵焼き、6、ドレッシング、7、ゼリー、8、ココア、9、スープ。ゼラチンを効果的に摂取するには1日あたり小さじ1イコール約 5g を目安に朝に普段の飲み物や食べ物に入れて摂取することでした。次回も腸内環境を整え根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけたらいいねやコメントお願いします。質問には私がお返事しますのでぜひ繰り返しご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。